どうも皆さんごきげんよう。闇より生まれ漆黒の物理演算子エンジンカズミだ。私にはヤバい人格があって、でそのヤバい人格がもうそろそろ抑えきれないってなってきたんで、ちょっとこういう風なね形になってしまいました。髪が黒く目は赤くなってしまったということです。で今回ですけど、私のヤバい人格がもう爆破をしたいと、もう爆破をしたいんですよ。めちゃくちゃ爆破をしたい。でどっかに爆破していい建物ないかなって探した時にあったんですよ。一つだけ、ニッコ本社っていう建物をご存知ですか？この建物はすごい、もう本当に爆破で有名で、ニッコ本社って検索するだけで下に検索内爆破が一番上に出てくるぐらいに爆破で有名なんですよ。でこの建物、しかも偉い人がちゃんと現実はダメだけど他では合法的なら爆破をしてもいいよっていう風に言ってるんですよね。もうこれは爆破するしかないでしょということで、今回はそれを爆破していこうと思います。早速行ってみましょう。このように、上から見た航空写真から、モデルデータを作っていきます。それで高さ方向なんですけど、高さ方向はちょっと分からなかったんで、何メートル、そのビルが何メートルかっていうのは分からなかったんで、今回は Google Earth などで取得した写真からこうね、適当にやっていこうかなと思います。で結構この、1時間ぐらいかかったんで、これ今10倍速なんですけど、これも長いんで完成まで飛ばしてみましょう。はい、ということで、モデルが完成いたしました。なんですけど、ガラスのところとか、なんかちょっとテクスチャを途中で分けるのがめんどくさくなっちゃってなんかもうただの格子って感じなんですけど、一応ね、こうロゴもね、つけてみました。なんかあった時のためにモザイクをしております。ということでね、早速これをね、物理エンジン側に持ってってお楽しみしたいと思います。それでは行ってみましょう。ということで早速爆破していきたいと思う。いや本当、私の夢の一つであるニコニコ本社の爆破がここで叶うと思うと本当に感慨深い。時間だ。それでは爆破を開始する。待て、お前はそれでいいのか？お前はしましま、君はスポーツ少女なんだ。スポーツをするんだ。心情をなくしてはいけない。しましゃん、ごめん、私が間違ってたよ。ビルをロケットランチャーで破壊するなんて間違ってた。だからサッカーで破壊するね。え？ファイヤートレード！はい、今回、ずっと決めろって言われてたファンの故障について決めてきました。で、ファンの故障なんですけど、円滑にします。で、なんでこの続きかっていうと、まずカタカナとかひらがなとかだと全国の、円滑って言われてる、例えば遠藤和人くんとか遠藤和樹くんとか炎上寺和之くんとかにこうご迷惑がかかってしまうと思ったんですよ。なんでまず普通にアルファベットで最後は Z にしたやつにしたんですけど、円滑この綴りだとトルコ語で残骸って意味らしいんですよね。残骸はちょっとやだなみたいな、無理やりアポストロフィー S をつけてね、円滑っていうこの綴りにしました。ちなみにこのアポストロフィー S 内版はアルバニア語でこう特別って意味らしいです。いいですね。ということで、これからも円滑の皆さんよろしくお願いします。じゃあまた、バイバーイ。